動脈の観察から、脂肪、内臓の制約症をまた、僕今、なかったんですけど、どうしよう、完了検査前なんです。ああ、近くです。全然書いてあるわけです。お風呂入るんですけど、朝、ちょっと悪くしまあ、しようっていうのが何段階みたいなもんですもんね。何段階で分かるのかって言って、いう話なんです。うまくいかないっていうのを、ちょっとビリビリさせてくれとは言いました。うん、でも、確かにノーマークやったから、あの、こんな時期やから、こそ確認すべきでしたと、もう、ごめんなさいと言うしかない。法律でもその場合です。建物の使用した場合なんで。使用視察行かれはるじゃないですか。その時に契約書の全て理事を最後の指示で虚偽の契約書を作られたと思うと記者団に飾った。えっ、籠池運動裁判員、その契約の問題で全て理事を最後の指示で虚偽の契約書を作られたと思うと松井一郎さんが言わはったんだ。だから今日のそのお皿の時に川越さんに着くと全部それを、うん、まあ、今松井さんもちょっとタコないですね。施工業者が府に15億5520万円の正しいと報告していたことも河野が判明。今日どうしよう、これはヤフーニュースなんで、時事通信、時事通信10時49分配信。施工業者が15億5520万円が正しいと報告、府に報告している。